こんばんは、五十嵐レイです。今週はフェブラリーステークスの前哨戦となる根岸ステークスが東京競馬場で開催されます。 JRA のコースのダート 1400m の中で唯一ダートからスタートするコース、最後の 500m 以上ある直線での攻防が例年見ものなレースです。今回はコース適性と距離適性に注目した予想をお届けしたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。今回本命にしたのはタガノトネールです。ダートの 1400m では13戦中10戦が馬券圏内に構想している距離適性の高い馬、左回りも 60% の確率で馬券に絡んでおり、今回のメンバーで得意の 1400m 戦なら勝機はあると見て本命に選びました。また重いハンデを背負う馬が構想する傾向にある根岸ステークスなので、57キロ以上のハンデを背負う馬の中から見てもこの馬が狙いだと思います。対抗にしたのはモーニンです。デビューから前線馬券圏内に絡んでいる期待の4歳馬、フルーマ優勢のダート時代が長く続きましたが、そろそろ新時代の幕開けとなるダート馬が誕生するのかもしれません。鞍上にも戸崎騎手が予定されているので、手綱さばきにも注目したいと思います。3番手にはタールタンです。今回この馬に騎乗が予定されているのがルメール騎手なんですね。普段は決め手にかけるタイプの馬で、重賞戦線になると決め手にかけ掲示板がやっとという印象なのですが、外国人騎手との相性がね、とってもいい馬、過去にベリー騎手、ウィリアム騎手がともに2戦ずつ騎乗しているのですが、4戦すべて2着までに連台しており、今回もルメール騎手とのコンビで急浮上が考えられそうな一頭です。続いてはアンズちゃんです。左回り 70% を超える馬券圏内率の馬で、東京コースは5勝、2着5回、着外が4回と抜群のコース適性がある馬、実績的にはまだ劣る馬ですが、左回りで勝負ができるのであれば侮れない一頭だと思います。そしてアドマイアロイヤルです。前走は障害レースを競争中止して今回平地へ戻ってきた馬なんですが、去年のこのレースで15番人気ながら3着に好走しているコース巧者、左回りも 67% の確率で馬券に絡んでいることを考慮すると、救済馬の一発があるのかもしれません。それでは今回は以上の5頭を3連複の2頭軸に、本命のタガノトネール、そして対抗のモーニン、この2頭を選びました。そしてこの2頭から相手3頭に加えて、今回は外国人騎手に注目をしたいと思いましたので、ベリー騎手が乗るレーザーバレットを追加して、相手は4頭になるんですね。なので合計は4点、今回は4点で的中を狙いたいと思います。で、若馬の新時代の幕開けとなるレースになるのか、それともフルーマの意地の走りが見れるレースとなるのか、とても楽しみな一戦です。そして今週はシルクロードステークスの予想も配信しておりますので、こちらもご覧いただけたら嬉しいです。そして皆様のチャンネル登録、今週もお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。五十嵐レイでした。